いたしました。ここで列車の進行方向が変わります。踏切と工場に入っていく様子をご覧いただきやすくするため、皆様に座席を反対向きに変えていただきたいと思います。普段終点東京駅に到着した新幹線では、清掃の係員2人が30秒で1両分の座席の向きを変更しています。座席の回転方法はとても簡単です。一旦テーブルなどをしまっていただき、お席をお立ちになって、通路側足元にあるペダルを踏みながら、席上部の取っ手を持って動かしていただくと回転いたします。
ス駅上り双葉線ではこれまで運転してきた新幹線運転士から甲状線を運転する構内運転士へと交代し、浜松駅と出発をしていいか無線で打ち合わせます。工場入場線の電線に電気が流れているか、線路のポイントが正しい向きに向いているか、踏切ではしっかりと遮断機を下ろしているかなどを確認してから、時速285キロの世界から時速30キロの世界へとご案内いたします。この列車はこれから浜松工場の車庫へと入っていきますが、到着までに約20分かかります。この工場入場線は普段お客様にご利用いただく線路ではないため、時刻表には載っておりません。そのため約20分とご案内させていただきます。ここでこれから浜松工場の車庫までの未知の世界についてお知らせいたします。出発の準備が整いますと、まずは始まりの合図の汽笛を鳴らします。これはこれから列車が出発することを汽笛で示し、注意を呼びかけるために行うもので、車庫や工場線、つまり未知の世界に運転するときに行います。その後構内運転士は列車を出発させますが、加速させるのをほんの一瞬やめます。これは運転することを諦めたのではなく、列車がこれからさらに加速することを示し、注意を呼びかけるために行うもので、車庫や工場線を運転するときに行います。これは古くからの運転士さんの安全に対する知恵なのです。次にいよいよ西茨第一踏切を通過いたします。踏切の通過はさらに未知の世界、時速15キロ以下で走行し、いよいよ浜松工場へ入ってまいります。浜松工場へ入りますと、到着する車庫の前で一旦停止し、安全確認の儀式、車庫の電線に電気が流れているか、車庫の扉がしっかりと開いているかなどを確認します。全ての準備が整ってから、浜松駅上り双葉線から発車した時と同様に汽笛を鳴らします。ここからはもう誰も知らない世界、時速5キロ以下でゆっくりゆっくりと車庫に入ってまいります。浜松工場到着後は進行方向左側の一部のドアが開き、順番に降車していただきます。各号車にて乗務員がご案内方向について説明いたしますので、ご説明があるまでお席にてお荷物をまとめていただきお待ちください。降車いただきました後は N700S 確認試験車やドクターイエローの展示をご覧いただくことができますが、先頭車の前での写真撮影などのイベント開始時刻は10時になりますので、それまでお待ちください。なお午前中の各イベントの整理券の配布箇所も10時まではお進みいただけません。またパーサースカーフ体験は11時30分から開始となりますので、ご了承ください。また小学生以下のお子様への迷子札について再度ご案内いたします。会場内受付近くに記入用スペースもございますので、保護者のお客様は必要事項を記入し、お子様の体や荷物にお付けください。この迷子札ですが、浜松工場内で各インフォメーションにいる制服を着たスタッフにお見せいただくと、お子様にピンバッジをプレゼントさせていただきます。お子様は各インフォメーション近くの制服を着たスタッフを探して、ぜひ声をかけてくださいね。それでは次のご案内まで車内でおくつろぎください。